はい、こんにちは、116インズです。いやー、今日のワールドシリーズ第4戦、壮絶な試合となりましたね。終盤まではドジャースの先発フリオ・ウリアスがレイズ打線をソロホームラン2本に抑えて、完全に試合の主導権はドジャースが握っていたんですが、ただ6回裏にこのポストシーズンなかなか調子が上がってこなかったブランドン・ラウが逆転のスリーランホームランを放って一気に試合を動かすと、ここからは本当に点の取り合いとなりましたね。ドジャース逆転された直後の7回には代打のジョック・ピーダーソンが逆転の2点タイムリーを放って、すかさずドジャースリードを奪い返すと、その裏レイズもケビン・キアマイヤーのホームランで同点に追いつきましたが、8回の表ドジャース今度はコーリー・シーガーのタイムリーヒットで再び勝ち越しに成功しました。そしてドジャース1点リードのまま迎えた9回の裏、ドジャースは守護神のケンリー・ジャンセンをマウンドに送り込みまして、キアマイヤーにヒットは許しましたが2アウトというところまで来て、ドジャースあと1アウトでこのシリーズ3勝1敗とリードすることができたんですけれども、ただそこからアロザレーナにフォアボールを与えると、最後はダイソーから途中出場したブレッド・フィリップスがセンター前にタイムリーヒット、キアマイヤーがホームインすると、センターのクリス・テイラーが処理を誤っている隙にアロザレーナもホームを陥れてレイズサヨナラ勝ち。アロザレーナも3本間で転んであわやアウトかというところでしたが、ドジャースのキャッチャーウィル・スミスが送球を補給し損ねて、なんとかレイズがサヨナラ勝ちすることができましたね。最後のプレーは本当にめちゃくちゃでして、ドジャースからすれば勝てた試合、少なくとも延長戦に持ち込めた試合がこういった結末を迎えてしまいましたので、ドジャースのロバーツ監督がブチ切れているのが非常に印象的でした。最後のプレーのめちゃくちゃさは置いといて、まさかこの場面でフィリップスに一打が出るとは思いませんでしたね。フィリップスはどちらかというと守備と走塁面を期待されてこのワールドシリーズからベンチ入りしていまして、でアストロズとの ALCS はベンチ外でしたし、10月7日の ALDS 以来打席にも立っていませんでしたので、そんな選手がまさかジャンセンからこんな大きな一打を放てるとは全く予想はしませんでしたね。通算打率も2割2厘の選手ですし、また8月27日にロイヤルズからトレードで獲得したんですが、何か目立った活躍を期待しての獲得というよりは外野手の保険という意味合いが強いトレードではありましたので、そんな選手がワールドシリーズでヒーローになった、そしてレイズもこのシリーズ2勝2敗と追いつくことができましたので、これは想像以上に大きな一打となりましたね。ものすごいプレッシャーがかかる中、しかも2週間以上打席にも立たず、いきなりジャンセンと対戦という非常に難しい場面での打席ではありましたが、ここできっちりと結果を出したフィリップスは本当にお見事でしたね。そんな大きな一打を放ったフィリップスですが、かつてはトッププロスペクトとして非常に期待されていた選手でもありましたよね。アストロズ、ブルワーズ、ロイヤルズ、そしてレイズと多くの球団を転々としているフィリップスですが、2016年開幕時点の球界全体のプロスペクトランキングで MLB.com のランキングで32位に入るなど、身体能力も高く、またバッティングの方も徐々に力をつけていましたので、走攻守揃った未来の5ツールプレイヤーとして非常に高い期待を寄せられていました。17年にブルワーズでメジャー初昇格を果たすと、守備に関しては本当に期待通り、あるいは期待以上の活躍を見せまして、肩も非常に強いですし、また守備範囲も非常に広いので、守備に関しては MLB でも十分やっていけるだけの力を持っていることは証明しているんですが、ただバッティングはなかなかついてこないんですよね。三振の多さがずっと課題となっていまして、これが MLB のレベルでなかなかバッティングで目立った成果を残せていない一因ともなっています。かつてはトッププロスペクトという評価を受けながらも、3度もトレードされているのはやはりバッティングへの疑問というところが理由としては間違いなく上がると思いますし、またいくら守備と走塁がいいとはいえ外野手ですので、やっぱり打てないことにはなかなか MLB で定着するのは難しいのかなというところがフィリップスの現状ですね。そんなバッティングの面で伸び悩んでいるフィリップスにとって今日の一打というのはキャリアでも最高の一打となりましたね。レイズは控え捕手のマイケル・ペレスを除いて野手を全員使い切っていまして、本当はフィリップスにも代打を出したいところだったんですが、この場面ポストシーズンで通算で1安打も放っていないフィリップスに託さざるを得なくなりました。ドジャースバッテリーはこのフィリップスに対して初球と2球目インサイドにカットボールを投じまして、フィリップスに対して内角の意識付けを行ったと考えています。初球はボール、2球目は際どいコースでしたがストライクと判定されて、これでワンボールワンストライク、フィリップスからすればこの打席はインコース攻めだなとおそらく考えたと思うんですが、ドジャースバッテリーは3球目外角に速球系のボールをうまく投げ込みまして、これで1ボール2ストライク、3球目の外角のボールはボール1個分外れてるかなというところでしたが、ここはドジャース側に有利な判定がなされましたね。そして勝負の4球目ウィル・スミスは内角高めのカッターを要求したようなんですが、少し低めに入りまして、高さとしては真ん中寄りに来たボールをフィリップスがうまく腕を畳んでセンター前に運ぶことができましたね。決してものすごくいい当たりというわけではなかったんですが、スタッドキャストで計測したヒットの期待値は93% と文句なしのヒットだったんじゃないのかなと思います。レイズ側のラジオ実況でこの場面で打ったフィリップスについて、ダン・ジョンソンモーメントで活躍したと表現していましたが、本当にですね、ダン・ジョンソンを思い出すような今日のフィリップスの
活躍でしたね。日本のベイスターズでプレー経験もあるダン・ジョンソンなんですが、レイズでここぞという場面で勝負強さを発揮していまして、2008年はレッドソックスとの首位攻防戦でジョンソン同点ホームランを放っていますし、また2011年のシーズン最終戦、7点ビハインドの試合を1点差まで追いついて9回2アウトとなったところから、このジョンソンが同点ホームランを放って試合を延長戦に持ち込んで、結果レイズが大逆転でポストシーズン進出を決めたということもありましたので、たった2回のスイングでレイズの永遠のヒーローとなったジョンソン、そして今日のワールドシリーズでの1打で一躍ヒーローとなったフィリップス、選手のタイプはもちろん違うんですけれども、活躍としては非常に被るところがあるなと感じましたね。さて今日の試合でシリーズの流れ完全にわからなくなりましたね。ここまでの試合どちらかというと打線が非常に頑張っているドジャースが試合を有利に進めてきた節があったと思うんですが、ただ今日の試合勝てた試合をこういった形で落としてしまったのは、まあ想像以上にダメージが大きいんじゃないのかなと思いましたね。明日の第5戦、絶対的エースカーショーで立て直したいところですね。一方でレイズはなかなか打線の調子が上がってこなくて、また投手陣もここまでのプレイオフの疲れというところが出てきていまして、ちょっとあまりいい流れではなかったんですが、今日は勢いのつく勝ち方ができましたので波に乗っていきたいところですね。明日以降の戦いも楽しみにしながら今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。